こんばんは、深夜にすみません。今回ですね、久保さんと、この夏は、いい男になるためのカリキュラムをしてくれるって言ったじゃないか、というね、メールが今来まして、あ、そうだと思ってね、もうね、後回しにしたりとかすると、すぐにこうなっちゃうんですよね。まあ、ですんで、後回しにせずに、こんな深夜なんですけども、今回はですね、モテるための40代、何を意識してきたかということで、私の、まあ、意識した点をね、ちょっとお話ししようかと思います。まあ、40代になってくると、おそらく20代、30代の経験が物を言う年代に入ったんではないかなと思うんですよ。まあ、私がね、40歳から、まあ、やっと結婚できた。47歳にしてやっと子供を持つことができたって、この遅さっていうのは、裏を返すと、20代、30代の経験が40代でやっとね、大器晩成といいますか、生きてきたのかなと、自分を慰めるばかりでございます。まあ、その中でですね、どんな経験が私に味方したかっていうと、良い経験を40代でというよりも、苦い経験の方がね、40代で役に立ってきたような気がするんですよ。30代で、特に女性関係でちょっと失敗しちゃったとかね、人間関係まずったなとか、お金を浪費しちゃったなとかね、そういうことを繰り返してきて、40代に近づくにつれ、40代から後の人生は絶対こういうことにならないようにするぞと思って、強い意識を持って取り組んだんですよね。今日はその中で4点ちょっとお話ししようかと思います。まあ私が勝手に感じていることなんで、当てはまらないかもしれませんし、ちょっと聞き方によってはね、私がちょっとね、偉そうに言ってるように聞こえるかもしれませんけど、それはちょっとご容赦ください。深夜なんでね、なかなか言葉が選びにくくなっております。もうね、頭ちんぷんかんぷんになってますんで、4点に絞ってお届けします。一つはですね、行動なんですよ。例えば40代になってきて、男性ね、こんなことありませんか？20代の方とか30代の方が、例えば飲み会に行ってわーっと飲んでいるとか騒いでいるとかね。で、カラオケでガンガンね、自分の知らない曲を歌ってるとか。で、二次会に行くぞとか言って頑張ってるとか、あと海に行ってね、ものすごくね、なんですかね、マリンスポーツとかやってると。こういうのを見て、どういうふうに感じるかってことなんですよ。40代の私としては、例えば飲み会にわーっと行って騒いでたら、私もね、おーやったーみたいな感じで一緒に騒ぐんですよね。そういうふうにやっていった方がいいかなと思います。要するに、若いやつは元気だなーっていうのは40代になったら終わりなんですよ。そうではなくて、20代、30代とか世代を超えて付き合いの良い兄貴になってあげることですね。かつ若者の邪魔をしないと。自分の主張を繰り返すんじゃなくて、若者が何かをね、20代、30代が、おーってなんかね、なんかを叫んだら、おー、いいね、それすごいじゃんっていう風に盛り上げていく。徹底的に盛り上げていくんですよ。脇役で目立っていくってことが大事だと私は思うんですよね。だからいつもそういう風にしてるかなと。自分の主張は、聞かれた時には答えますよ。聞かれた時には答えますけども、聞かれてもいないのにちょっと聞いてみたいなことしないんですよ。それちょっとさ、俺の考えと違うんだけどって言わないことなんですよ。20代、30代を主人公にしながら、20代、30代にうまく受け入れてもらうっていう、こういう風なね、行動がいいんではないかなと思います。で、カラオケに行った時も当然ですけども、知らない歌ばっかりですよ。でも知らない歌って言って自分のね、若い頃のナスメロを歌ったら終わりなんですよ。違うんですよ。知らない歌なりにエントリーしてみてね、曲入れてみて、ちょっと下手くそながら歌ってみるんですよ。それは曲外したりとか歌詞が分かんない、いいじゃないですか。みんなが助けてくれますから。で、そういう風にしていって、自分の知らない曲をやっぱトライしていく姿勢を見せていくことで、次も呼んでやろうってなるわけなんですよ。あいつ呼んだらなんかね、何ですか？なんか昔の曲ばっかり歌うよとかね。なんか、尾崎清彦ばっかり歌ってるよみたいになっちゃう、これちょっとダメなんですよね。サライばっかり歌うよじゃダメなんですよ。だからやっぱり若者が、盛り上がってる曲を自分も覚えていくって姿勢が大事かなと思います。まあそしてね、20代、30代の子で、二次会行ったりとかする子もいると思うんですよ。で、そういう時なんですよ。あ、俺もちょっと疲れたから帰るわ、じゃなくって、二次会いいねって、俺もちょっと連れてってよみたいな感じで行くんですよね。それで席に座るのも、いきなり座るんじゃなくて、一番最後に空いた席に座る。そして、ドリンクとかを積極的に自分がね、オーダー取ってあげて、注文してあげる。要するに、召使いみたいになっていくことかなと思います。私はそういう風にしているつもりではあるんですけどね。それからみんなでマリンスポーツ、海に出かけた時に、浜辺でね、こうやって待っていないと。自分も、そのジェットスキーとか乗るんですよね。そういうことをね、やっぱりね、俺もまだまだ皆さん、みんなと同じように、頑張っているんだぜみたいなところを見せていくことで、だんだん、年代の差がなくなっていくように見られるんではないかなと思います。で、当然ですけどもね、そこそこの若作りはしていかないとダメですよね。はい、次、二つ目なんですけど、意識ですよね。意識をどう持つかってことです。先ほどは行動の面で、20代、30代に、邪魔しないように溶け込んでいきましょうってお話をしましたけども、今度は意識です。意識はどういうことかっていうと、40代としてはね、惜しみなく人を褒めるんですよ。惜しみなく人をよいしょしてあげるんですよ。惜しみなく人を尊重してあげる。これにつきますね。
そうではなくて、やっぱり人にケチをつけたりとかね、ひねくれたものの見方をしちゃダメなんではないかなと思います。あ、上村さん、親父になり、人気者になる努力が必要ですね、ということで、ムードメーカーに率先してる。そう、ムードメーカーなんですけども、自分が引っ張るというよりも、引っ張ろうとしてる人を応援してあげるんですよね。おい、みんな飲みに行こうぜっていう20代がいたら、行こうぜっていうふうに、第一声を上げてあげるんですよ。その、付き合うぜみたいな感じでね。で、誰も乗らなかったら、いいじゃん、二人で行こうよみたいなことをやってあげるんですよ。それとか、二人で行こうよの後に、みんな行こうよみたいな感じで誘ってあげるみたいなね。で、間にうまく入ってあげるような度量を、やっぱ使ってもいいんではないかなと思うんですよね。で、意識としてはやっぱり、惜しみなく自分の持ってるものをシェアしてあげること、誇らしくなくですね、尊重しながら皆さんに分けてあげること。で、ひねくれない、人にケチをつけない、もうとにかく人を褒めてあげる、応援してあげる、励ましてあげる。これに尽きると思います。意識はこれです。で、三つ目、おしゃれですね。おしゃれっていうのはね、はっきり言ってね、これ言うと誤解されるかもしれませんけども、やっぱりね、さりげなくブランド物を着た方がいいですよね。ブランド物を着て香水をつけると。これはね、何を意味してるかっていうと、年を取ったから、もうね、ブランド物で、もうおしゃれに気を使ってるんですよ。お金を使ってるんですよ。意識を使ってるんですよってことをアピールしていかないと、しょうがないんですよね。うん、まあそういう風にして、ある程度ね、年齢をブランドでカバーしてるっていう風な形で、もう皆さんには遅れを取ってるんですっていう風な表現をしていくことかと思うんですよ。かつですね、そのブランド物も、その、まあなんですか、私個人的にね、アルマーニが好きなのは、体型がむちゃくちゃよく見えるんですよ。アルマーニを着ると。で、他のブランドってのは高いか、あんまりブランドのその体型をね、きっちり見せてくれないんで、私はちょっと合わなかったんですけど、アルマーニってね、価格も安いんですよ。T シャツとかも本当にね、3980円ではないんですけども、1万円前後でずーっと着れるんですよね。で、飽きが来ないデザインだったりしますから、私はアルマーニのポロシャツとか T シャツをやっぱり一定数持ってて、それを外出の時には着回すようにしてるんですよね。で、ジーンズはそんなに高級なものでなくてもいいですし、スラックスとかも高級なものでなくていいです。履きでズボンは、まあ、ピシッとしたものであればね、1万円前後のものがずーっと履けますんで、そういうのを使ったらいいと思います。で、コートとかジャンパーってのは他の人がね、羽織る可能性があるんで、ジャケットとかね、そこそこいいタグのものを使ってます。で、ここでもアルマーニが出てくるんですけども、私アルマーニのねジャケットっていうのはメルカリで結構買ってるんですけども、1万円前後で原価がね15万とか20万のがゴロゴロ落ちてるんで、まあ 3,4 着買っておくのはいいかなと思います。そういう風にしてね、あんまりお金をかけずにきちんとまあ一定のね、まあブランド物を着るようにしていますね。それはブランド物が好きとかなんとかじゃなくて、やっぱりね、いいブランド物ってすごく手がかかってて長持ちするし、すごくいいんですよね。で、そういうものを使ってるよっていうのは特にマイナスにはならないと思います。で、私がね、マイナスになると思ってるのは、まあ、ヴィトンのバッグを男性が持ったりとか、セカンドバッグを持つのは結構ね、変なイメージがつくんではないかなと思いますから、基本的には手ぶらだったりしますね。はい。そんな感じでね、おしゃれにもさりげなくお金と気と気を使ったりとか、意識を使ったりとか、お金を使った方がいいかなと思っております。で、四つ目、何が大事か。モテる男、モテる40代になるための四つ目、何が大事かっていうと、これエスコートなんですよね。日本ではね、エスコートをする習慣っていうのはあんまりないんですよ。だからこそ、エスコートをすることで、他を圧倒することができます。エスコートもそんなに難しいものではありません。ちょっとキザに見えるかもしれませんけども、まあ、飲食店に行った時に、椅子を引いてね、こう、座らせてあげるとかね。それからエレベーターに乗るときは先にどうぞっていう風に手をかざしてあげて、ここをね通してあげて、もう片っぽの手もちゃんとねこう、まあ、添えるか触れないか触れるかの際どいところでこういう風にねやってあげるとかね、まあいろんなパターンがあるんですけどもね、そういうのをやっていくことかと思います。そして必須なのは、男性はハンカチを持ってない例が多いんですけども、ハンカチは必ず持った方がいいと思います。特に2個ですね。2個持っていて、1個は自分用、1個は誰かに使う用ですよね。うん、そういう風にすると、例えば女性がちょっとね、水をこぼした時に、これ使ってって感じで、さっと渡せるんですよ。で、その時にさりげなく、自分用のを持ってるからっていうと、女性は抵抗なく使ってくれる例が多いかなと思ってます。まあ、そんな感じかな。うん。で、肝心なのは、女性の年齢とかで差別せずに、10代の子っていうのはちょっとね、問題があるかもしれませんけども、50代であろうと、60代であろうと、70代であろうと、80代であろうと、女性は女性として扱うことがすごく大事なんですよ。うん、そうすることによってね、やっぱりね、ご高齢の方にもちょっとときめいてもらうっていうことが、男性ができる女性に対するエスコートなんではないかなと思うんですけどもね。はい、徳野さんこんばんは。そんな形でね、いい男になるための講座の、ほんと初歩の初歩と言いますか、私がね、7、8、9月、この夏にお伝えしたかったことの、まあ、ちょっとした聞きかじり程度ですけどもね、この4点、私は、40代で意識してきた、この4点をね、ちょっとお伝えしてみました。もちろんね、あんまりうまくできなかったこともあると思いますけど、あるんですけども、意識しながら40歳から47歳まで過ごしてきたってことかなと思います。で、やっぱりね、
裏を返せば20代30代ではこれができていなかったんですよ。軽く見てたんですよ。行動もどっちかっていうと面倒くさいを先に出しちゃったんですよね。で、付き合いがちょっと悪かったかもしれません。で、そうではなくて率先して付き合う姿勢を見せていくってことは大事かなと思いますし、意識の面でも人を褒めるのがどっちかっていうと照れくさくって、どっちかっていうとひねくれた意見を言うのがかっこいいなんて勘違いした時代だったですね。これも苦い経験でしたね。で、おしゃれ、3点目のおしゃれも気を使ってなかったです。何を着てもいいと、そういうことで外見じゃないみたいな感じでひねくれて思いました。でも外見すらできない人はもっと難しい内面なんてどうしようもないっていうのが今の私の考えです。そしてエスコートですね。エスコートはそこそこできていたんですけども、やっぱりちょっとね、ぎこちなかったかなと思います。だから身を見まねではなくて、エスコートっていうのは自分の身に染みるまで20年ぐらいかかるものではないかなと今は感じてますね。そういった形でいい男になるための、4点を今日はね、急遽ライブ放送させていただきました。本当はね、7月ぐらいから始めるべきだったんですけども、遅れてしまってすいません。例のやつのね、対応してると何も、なんか他のことやるエネルギーが削がれてしまったというかね、いい男はその後でいいかと思って今日になってしまいました。皆さんもね、なんかこんなことがいい男につながるんじゃないですかってものがありましたら教えていただけると幸いでございます。私もね、結婚して子供ができてますますいい40代50代60代になっていこうと思います。いい男、いい親父、いいおじいさんになっていこうと思いますんで、皆さんのご協力をお願いします。よろしくお願いします。それでは失礼します。